スイちゃんさ、最近さ死ぬほどケツが痛いのね。こんなこと言うのもあれなんですけど、多分座りすぎで、あの椅子がめちゃめちゃ合ってないの、多分自分に。だからちょっと椅子を変えなきゃって思ってるんだけど、本当に痛くて尾てい骨らへんが本当に痛いのね。病気になったら大変だよ。そうだよね。だからさ、もうさ本当にちゃんとさ椅子変えなきゃって思ってるんだけど、一応ゲーミングチェアなんだけどね。でね、これ何なんだろう、なんでこんなに私はこの尾てい骨らへんがすごい痛いんだろうと思って、まあ、調べるといろんな名前のなんか病名が出てくんのよ。あれやそれやどれやこれやと。でどれなの、どれが当てはまるのかちょっとわかんねえなって思ってるんだけど、なんかその中でこれが近いのかなって思うやつがあって、その病名みたいなやつが。で治し方みたいなので検索したの。そしたらこれをするとすぐに治るみたいなっていうサイトに行き着いて、お、そうなんだと思って見てみたのね。そしたらすんごいスクロールバーが長くて、下に行っても下に行ってもで結局何をしたらいいのみたいな。それまではさ、何をしてるかっていうと、この病気は病院に行っても治らないんですみたいなってことがね、つらつら書いてあるの。なんとこの方法を試すだけですぐに楽になるんです、このストレッチ法を試した人のお声みたいなのが、もうなんかもう体感100通ぐらいで、しかもあの手書き、あの文章とかじゃないの、もう手紙でさ、手書きの文章がさ、もうなんかコピーしてさ置いて書いてあって、ちょっとさ、だんだんもうスイちゃんもさすがに気づいちゃったの、これ詐欺やこれ詐欺やと思ってさ。でもちょっと面白くなっちゃって、じゃあ最終的にどうなるんだろうと思って、でストレッチ方法はどう書くつもりなんだろうって思ってさ、サンプル映像みたいなのも貼ってあって、あの今はアップグレードされてるのでこれは効きませんみたいな書いてあって、じゃあサンプルで載せんなよって感じなんだけどさ。そしたらですね、なんかだんだんなんか謎の円盤の情報がね、ちょっとずつ出てくるの。あ、円盤なのかって。あ、買わせんのね、この DVD をねって。あ、なるほど、DVD を買って、DVD に収録されているんだなと。じゃあ、どんな DVD で、もう何円なんだろうって。多分、1万9000円とかだったかな ?1 万9000円くらいのところに、線が引いてあって。今ならなんと1万4000円みたいな感じに書いてあってさ、高っライブの円盤くらいするやんって。ライブの円盤でももうちょっと安いよって。もうさ、ダンスしてる時もさ、ケツが痛うて半端ないの。スイちゃんの円盤は安心価格。そうです、スイちゃんの円盤は安心価格。スイちゃん円盤が発売するの？どんな円盤？それはね、去年10月に開催された星街すい星ファーストソロライブの円盤だよ。うわー、そうなんだ。なんとこの円盤、今月の29日、あれ合ってるよね、に発売なんだ。うわー、そうなんだ。早く予約しな